第5試合スーパーフライ級6回戦を行います。赤コーナー15戦7勝2 KO 勝ち5敗3引き分け113パウンド4分の1フィリピンジョナサンアルマセン。騙されてはいけません。すでにプロ15戦を戦っているジョナサンアルマセン。青コーナープロデビュー戦114パウンド2分の1 RST 所属小田切れ俊平。そしてこれがプロ初舞台となる青コーナーの小田切れ俊平。ジャッジ今村智弘、第6代アジア大学講師の主将という横断幕も会場に出ています。さあプロデビュー戦を迎える小田切ですが、久保さんはプロデビュー戦の時は覚えていますか？あ、そうですね、僕は覚えてます。楽しかった。あ、その余裕は JBC の、はい、バッティング、はい、ローブロやめてたっていうのがあったからと思いますけど、ね、なるほど、はい、試合前のコラボ、まあ、なかなかデビュー戦でこう楽しむ余裕というのは生まれなさそうなものなんですけど、はい、あ、そうですなんかけど僕は楽しめました。あ、そうですか。まあ、ただこれがプロデビュー戦とはなりますが、アマチュアの舞台は数多く経験してきているという青コーナーの小田切。さあ試合が始まりました。サウスポーで構えているのが青コーナーの小田切、そして一方フィリピンからやってきました赤いグローブのジョナサン・アルマセン、オーソドックス。スーパーフライ級6回戦で行われますこの第5試合です。アプローこれがデビュー戦ということになります。小田切ジャブアウト。アルマセンの強烈な右、なんとかかわしました。非常に両者のキャリアというのは対照的です。いやー、アルマセンもスピードがありますね。ありますね、はい、パンチのスピードがかなりあります。そう、ただそこを合わせていったのは小田切。このストレートはアルマセン、まあ、最初右振ったところにやっぱ左のボディのタイミングが合ってはいたので、はい、ちょっと警戒したのかもしれないですね。右のストレート、身長は160センチのアルマセン、そして178センチの小田切というデータです。そうですね、最初小田切選手がプレッシャーかけられてるのかなと思ったんですけど、ちょっと今は逆にプレッシャーかけ始めているので、はいはい、表情を見ても非常に落ち着いているように見えます。これがデビュー戦の小田切、RST 事務所属です。ボディへのパンチ、近い距離になるとアルマセンのパンチも飛んできます。少し落ち着く時間帯でしょうか。半分が過ぎました第1ラウンドです、うん、右から左プレイプレイ。アルマセンもパンチのハンドスピードというのがありますが、小田切も速いですね。速いですね、刺すようなパンチというのを飛んでいきます。そして追い詰めた。ロープ際ガードを固めながらロープに体を預けたというアルマセン。左ヘイバックス、うん、メイクスかかんなよ。開けた直後すぐさまパンチを打ったのは赤のグローブのアルマセンです。お互いに鏡を見るようなオーソドックス対サウスポーという両者の構え。そうですね、まあ、サウスポーというところで小田切にこれアドバンテージというのはあるんですか？あ、そうですね、お互い距離は、まあ、そうですね、サウスポーの方が距離が遠くはなるので、はい、アルマ先生がどう思っているかですね。アウト、少しぐらついた左。ここから緩急というところも見せようというところでしょうか。右から左です。少し足を上げて、そんなアルマセンですが、ここで第1ラウンドを終了しました。第1ラウンドの試合は4選手の戦績で、小田切選手がプロを、まあ、デビュー戦にしてはすごい落ち着いていますし、あの右のオーバーハンドが来ても全然躊躇なく自分のボクシングを貫こうとしているので、まあ、いい展開かなとは思いますね。はい、デビュー戦の小田切です。
青コーナーの小田切のセコンドから、まあ、大きいのだけ気をつけろというふうに声が聞こえました。はい、そうですね、本当にその通りだったね。確かにこのアルマセンの大きなパンチというのが当たれば倒れそうな、そんな危険もはらんでいました。さあ第2ラウンド始まっています。そうですね、お互いまあけど後ろの手が当たる距離感では今はあるので、ね、はい、リーチというところでは小田切の方にアドバンテージがありそうですが、そうですね、小田切選手も1ラウンドの途中からボディストレートを見れたりとかしていたので、はい、それがまた効果的に出るかなと思います。上にも当たるでしょうし、はい、今度はコーナーのところに追い詰めた小田切。一方でアルマ戦の方のパンチはなかなかクリーンヒットというのはここまではありませんが、前の手で少し牽制気味にジャブを打っているという小田切。そうですね、やっぱり今の展開を見てもやっぱり打っても合わされるかもしれないっていうこの疑心暗鬼でやっぱり中途半端になってしまうので、はい、こうなると、はい、小田切選手が自分の展開に持っていきやすいかなと思いますね。はい、まあ、これまでの今日の試合もそうなんですけども、かなり精神的なところが左右されるんですね、ボクシングは。そうですね、ポイントを取っていても精神的な優位なものが後半にどう響くかっていうのは変わってくるので、ポイントは取ってもプレッシャーをかけられていたら次のラウンドでポイント取られたり倒されてしまう可能性もあるので、はい、左右するスポーツ。ワンツーから最後も左伸ばしていきました小田切。近いところアルマセンも踏み込んで打っていきました。お右、おっと強烈ガードの上からではありますが上体大きく揺らいでアルマセン。今度は前に出て左のボディを返していたアルマセン、左を返す小田切です。アルマセンしっかりとガードを固めて、ただ顔面ダメージがあるでしょうか。そうですね、やっぱりそれと打ってもやっぱりボディが合わされるかもしれないと思っているので、やっぱ小田切選手がうまいですね。なかなかこうアルマ戦のパンチが増えてきませんね。そうですね、やっぱ相手の小田切選手がやっぱり見切っているので、はいはい、まあ、先ほどからおっしゃっているようにでも返されるじゃないそうですね。ブレイク、足を持つな。じゃあ、25秒です。で、これがプロ16戦目という小田切より一つ年齢は下ですね。うん、強烈な左だ。そしてボディ返していったアルマセン。最後は強烈な左ですが、これは強烈ました。あと強烈。そして右。少しヒヤッとしたか。うん、ここで第2ラウンド終了です。いや、最後のアルマ戦のパンチは少しヒヤリとするものがあったでしょうか。そうですね、やっぱりフィリピン選手特有のやっぱり思いっきり振ってくるので、それだけ気をつけてほしいかなと思いますね、小田切選手は。ただどうでしょう、ペースとしてはやはりここまでは青の小田切の方でしょうか。あ、そうですね、なんか自分のボクシングを貫いている感じがしますね、精神的になんか余裕な感じも伝わりますし、表情を見ていてもデビュー戦ですが非常にリラックスしているように見えるという青のグローブの小田切。そうですね、まあ、けどここでちょっと自分で決めないといけないと思いすぎると距離が近くはなるので、はい、このフィリピン人選手の方々っていうのはやっぱりそこが打たれても打ち返せるパワーがあるので、そこだけは気をつけてほしいなとは思います。ボディは特にちっちゃく、久保さんもフィリピン人選手と試合をしたことがあると思うんですけれども、はい、そういったところも対戦で感じたところでしょうか。そうですね、はい、さあまた日本とは違った国民性、それからまあボクシングに関してもトレーニングの方法なども少し違いはあるでしょう。さあ第3ラウンドが始まっています。中盤の第3ラウンド、それから右、積極的に今度はアルマセンが出てきているような、そんな第3ラウンドの序盤でしょうか。そうですね、おっと少し前のめになってしまいました。スリープです。
ボックス。まあ、ここまでの1ラウンド2ラウンドというのはなかなかありませんのボクシングにはならずにというところでここから少しギアを上げていこうというようなそんな感じでしょうか。そうですね、自分のペースに持っていきたくてオーバーハンドの右は打つんですけども大輝選手がそれに、はい、まあ、自分のペースに引き込まれ相手のペースに引き込まれないようにしているので、小田切選手がうまいかなと思います。小田切はこのまま自分のペース握ることができるか。軽めの右のジャブです。おっと相手を回っていこうというところ左、今度はこの右のオーバーハンド、いいパンチは気をつけろというふうに今度も言葉をかけていました。そして追い詰めて、そして近い距離、右から左。アルマセンもまたプレッシャーがこの第3ラウンド序盤と変わってじりじりと追い詰められているようなそんな風にも見えてきます。今少し肩を動かしてまた落ち着けというようなそんな感じでしょうか。小田切、そうですね、来たパンチが来るとやっぱり警戒はして今のがいいと思います。デビュー戦なんですけれども先ほどもお話ありましたけれども少し流行る気持ち、プレッシャーというのも感じるかもしれませんが、まあ、ただ小田切に関して言うとかなり冷静ですね。そうですね、はい。そして左、強烈ですがアウトスポットガード固めています。はい、流れでプレイボックス。まあ、スピードはそうなんですが小田切のこのパンチの重さ威力というのはどうでしょうか。あ、しっかり打ってるのであると思いますね。はい、そうなるとやはり当たればということになってきます。よし、はい、プレイ、はい、小田切選手が左を軽く打ったりとかするパターンも変えてきたのでまたここからどうなるかなと思いますね。はい、足踏まあ、やや自分のボクシングができているのではないかという中で小田切の日もちょっと変えてきたのではないか。そうですね、パターンを一瞬変えたのでプレイ、プレイ、プレイゴ切っています。第3ラウンド、アルマ選手が日本で初めて戦う試合ということになります。ここで試合の半分までが終わりました。第3ラウンド終了です。さあ序盤は少しアルマ選手がプレッシャーかけるというところだったんですが最後また小田切が中盤以降はしっかりと自分のボクシングできていたでしょうか。そうですね、はい、僕はそう思いますね。はい、まあ、ちょっと同じパターンではダメだと思って展開を変えた部分も一瞬見えたので、はいはい、アルマ戦の方が、まあ、ガードはしているんですがこれかなり威力のありそうなパンチを浴びていました。そうですね、表情を見るか見るとちょっと、はい、効いてそうな感じはダメで溜まっていくかなと思いますね。はい、一回中見したらめっちゃ中警戒しようか、次フックからそれパターンこれがデビュー戦ということになります。一回中見した後に絶対現在23歳、はい、7月6日に23歳になったばかりです。さあ間もなくこの試合の後半戦が始まります。第4ラウンドが始まりました。スーパーフライ級の6回戦です。うん、お互いに少しどのように入るかと入ってくるかというのを見ながら、そうですね、けど小田切選手がちょっとシフトを下げたのでシフトを下げる重心を下げてきたので距離が近くなってちょっとダメージを与えにいくつもりだなっていうスタイルですね今。なるほど、はい、小田切の方がと。あ、そうですね、少し重心を下げて、はい、距離が近くはなっているので、はい、を出してきたのはアルマ戦。お互いにどっしりと構えていつ行こうかというところですがテンポは変えてきました。ダギこのジャブ、そして左のジャブを返していったアルマ戦。第4ラウンドの序盤はお互いにお互いを見ているような機会を伺っているようなそんなボクシング。そうですね、はい、おお、うん、今の小田切の表情はどういった表情でしょうか。ちょっと流れてしまったからですよね、はい、失敗失敗というようなそんな感じでしょうか、はい、おお、
をよじりながら右のフック。そうですね、お互いが狙っていますね。アルマさんのパンチもこれひとたび当ててしまうとこのダウンはあるでしょうか。そうですね、やっぱりその右は怖いですね。年齢はアルマセンが一つ下、ただアルマセンに5戦追加、ここまで15戦をこなしています。何か居合のようなそんなタイミングも図りました。セコンドの方がやっぱ左ストレートから右フックって言ってたので、はい、それを忠実に守ろうとしているのかなと思いますね。あ、なるほど、はい、さっきの最初終盤からパターンを変えるときに左を軽く打っていたので、はい、それを当てるための練習だったのかなって、そういう視点なのかなと思いますね。なるほど、まあ、組み立てという見方も。あ、そうですね、はい、あと残りは30秒の第4ラウンドです。投げるよ、いいか。さあ残りの時間はどう使ってくるか。回り込んでくるような右、左です。体勢が低くなってありません。フレームのアドバンテージは小田切り。ガードの外側から今度はアルマセン、左から右です。ロープを背負っていますが、ここで一旦離れる。そして左、強烈なフックを飛んできますが、小田切り冷静です。そして最後左のストレートを打ったところで第4ラウンドが終了となりました。いや、デビュー戦の小田切俊平、非常に冷静にここまでの第4ラウンドを戦っています。印象というのは久保さん、いかがでしょう。本当にその通りだと思いますね。デビュー戦とは思えない、落ち着いて自分のいろいろなことを試している感じに見えますですね。まあ、けど要所要所でやっぱりあのアルマセン選手が生きたパンチを打ってくるので、それだけは気をつけてほしいがいいかなと思いますね。はい、アルマセンは22歳と若いですが、これがプロ16戦目。小田切はデビュー戦の、あのガーッて振ってきようから、あれだけ。フィリピンも非常にボクシングが盛んな国で、こういった選手もどんどん出てきますね。そうですね、なんか敵地で勝つためにやっぱり右の方なんか倒さないといけないっていう風な練習をしてるって聞いたこともあるので、はい、まあ、それが開幕、そういう感じが見えるなと思いますね。なるほど、オーバーハンドが、はい、まあ、そういったところもこのフィリピン人ボクサーの特徴、怖さというところでしょうか。さあ残りは2ラウンドということになりました。6回戦の第5ラウンド、青のグローブ、サウスポーで構えている今背中が見えているのがデビュー戦の小田切俊平、そして画面の向こう側オーソドックスで構えているコーナーのジョナサン・アルマセン。小田切選手は左のボディストレートとか打ったらまた展開は変わるかなとは思うんですけども、はい、まあ、けど、まあ、対面した時じゃないとわからないこともあるので、はい、左のボディストレートを打つと右が飛んでくるかもしれないっていう駆け引きがあるのかもしれないので、まあ、客観的に見るのと対面してやってるのがまた違うと思うので、どうしてもリスクを感じてしまうというようなそんなところで。そうですね、周りから見た時に思うこととやっぱ対面した時っていうのは違う時が出てくるので、はい、まあ、指示が飛んできて、まあ、自分自身は分かっているつもりでもというところがありますからね。そうですね、はい、まあ、ああいったボディがいいと思いますね、上下で、はい、近い距離でボディ打つよりも遠い距離からで打った方が相手が嫌がると思うので、はい、なるほど、はい、まあ、前に出ていこうというのは小田切の方です。で構え直しました。まあ、2020年3月にはまあ、現 WBO の世界ミニマム級11位の石澤海選手と対戦する予定だったんですが、新型コロナウイルスの流行の影響で中止となっています。まあ、さらには WBA のアジアミニマム級王者となるアルアル・アンダレスと対戦して、この時は判定で敗れています。まあ、強豪との対戦も生まれるそうですね。ブレイク、アルマセン選手はちょっとスタミナが今きついのかもしれないですね。ちょっとその一発一発をまた打つための体力を今休んでるのかもしれないですし、はい、それだけ気をつけてほしいですけども、ここまでのラウンドを考えるとアルマセンもなかなかこう引いてばかりはいられないようなそんな感じだと思うんですが。そうですね、はい、あ、もう一度ワンツー、そして今度は右です。自分の
起死回生の一発というものを見せていかなくてはならない、そんな時間帯に入ってきているはずです。右フックです。対照的に小田切非常に冷静にこのアルマ戦を追い詰めて常にプレッシャーをかけ続けているというそんなデビュー戦。またじりじりとアルマ戦が下がらされます。思わず距離を潰しに行きました。どうしても下がってしまいます。ここで第5ラウンド終了のゴングが鳴りました。いやまた小田切がいいコンビネーションも見せたというそんな第5ラウンドでした。久保さん、第5ラウンドというのはどうご覧になりましたか？あ、そうですね、まあ、アルマ選手がずっと足を使い続けていたのでスタミナがきついという部分もあると思うんですけど、次のラウンドでどう出てくるかだと思いますね、はい。まあ、このラウンドを今体力回復に努めたのか、まあ、ちょっと次のラウンドでどう出てくるかでまた展開が変わるかなと思います、はい。さあ最初、はい、どうぞ。今の展開でいうとアルマ選手が距離を詰めないと思うポイントを取らないと思ってくると、また小田切選手のパンチが当たるので、その時がちょっと大きな展開が出るかなと思います。なるほど。冷静にここまでのラウンドは戦っているという小田切。さあ強豪との試合もこなしてきたというアルマ戦に対して、最終の第6ラウンド3分間が始まりました。青いグローブが小田切俊平、赤のグローブジョナサン・アルマセン。あ、マウスピースを忘れたようです。改めて第6ラウンド、さあすでに、まあ、タイトルマッチも経験しているというジョナサン・アルマセン。フィリピンの女子のミニマム級の王座、それから WBC のアジアミニマム級シルバー王座、それから WBC のライトフライ級のシルバー王座、そういったところにも、まあ、タイトルマッチに挑戦しています。あれですね、やっぱり倒したいっていうのが出てますね。おっと、さあ最後の第6ラウンド、かなり体力的にも苦しい時間にしています。うん、倒しに来てますね。前に出ている、倒そう倒そうって思うとやっぱり気持ちが出て体がやっぱ先に打ってしまうので、はい、流れてしまうので、そこだけしっかり意識して打ってもらいたいなと思いますね。なかなか気持ちと体のバランスというのは難しいことですね。そうですね、本当にそう思います、ね。確かに倒したい気持ちはある、ただそれをやってしまうと逆に体がついてこない、もうパンチもらってしまうというリスクもある、駆け引きが行われています。ブレイク、ブレイクの胸狙い、ボックス、今その指示で胸を狙いって言った指示が僕もいいかなと思いますね。胸を狙いです。そうですね、まあ、多分意図的、あの意識的なもので、あと重心を低くするような、結果的に低くなるというか、ちょうど流れない打ち方になる、あのアドバイスというかだと思いますね、はい。やっぱ上を狙おう狙おうとしすぎて、やっぱ左ストレートが体ごとで流れてしまうので、そういった意味で胸を狙えっていうイコールちょっと重心が低くなるので、流れにくい打ち方になるあの指示なのかなと思います。なるほど。今少しアルマセンの左側の眉尻、今のたらあたりでしょうか、出血があって今確認を行っています。かなり大きく、あーっと、ここで試合がストップしました。小田切俊平、見事にデビュー戦 TKO 勝ちということになりました、うん。まあ、ただそのカットもこの小田切のいいパンチがあったということでしょうか、久保さん。そうですね、はい、小田切選手はデビュー戦ですごい良かったと思います。なんかいろいろなことができてましたし、すごい落ち着いていましたし、今後が楽しみだなって思いましたね。そうですね、はい。試合続はできません。よってこの試合は6ラウンド1分40秒、6ラウンド1分40秒、テクニカルノックアウトにより勝者、小田切俊平。終始冷静なボクシングを貫いていました。6ラウンド1分
分40秒カットによるテクニカルノックアウト勝利、見事デビュー戦を小田切俊平勝利で飾りました。いや最後の勝負を決定づけたパンチ、この左ですか、うん、最後もやはり左ストレートでしたが、終始左のストレートスピード威力ありましたね。ありましたね、はい、左ストレートだけでなくいろいろなパンチのコンビネーションもあったので、すごいいい選手だなと思いましたね、はい、そうですね、はい、さあ改めてデビュー戦を見事 TKO 勝利で飾った小田切、この後が非常に楽しみな選手です。さあ改めてデビュー戦を見事